全体に、うん、でそうすると洋服とか靴とかカバンは毎日交換するのに、お財布だけは365日3年間同じお財布を使ってたり、 TMBH で今売れまくってるやつ、一番今売れてる形サイズ、めっちゃかっこいいじゃないですか、完全リバーシブルで、カバンリバーシブル、一粒で二度おいしい、このタイプの小銭入れ、革小物の王様だと思ってて、究極です、これ究極でしょ、うん、はい、いつもご視聴ありがとうございます。前回に引き続きこの辺に古い動画出ますけれども、ちょっと手抜かないようにっていう話なんですよ、うん、ファッションに対しての手を抜かない、そう、はい、それは僕は小物に手を抜かないっていうことやから、財布とかその細部に手を抜くことって、うん、あんまりおしゃれに見えへんというか、うん、僕はそういうのってあんまり素敵じゃない、うん、でも細部ちゃんとしてて目立つことよりもちゃんとしてるっていうことの方がいいので、小物とかってどういうふうにこだわるんやとかってあるじゃないですか、なるほど、なるほど、男の人って突き詰めるところがあるから、じゃあ作りがどうやねんとかっていうので、それを知ってることでそれを持った時の満足感とか充実度ってあると思うから、どういうふうに物を選んだらええねんとか、それはちゃんとしたもん選んでたらまあダサ見えせえへんとかっていうのの参考になればと思って、プロの視点ってあるじゃないですか、革小物の職人で、僕もファッションのプロとしてだけども、それが手抜いてたらかっこ悪いみたいなのあるから、今のライフスタイルどういうものがいるんやとかって言った時に、どういうアイテムが増えていけばいいねみたいな、なるほど、私も革職人ではあるんですけど、まあ、だいぶファッション業界で、はい、一緒に仕事させていただいてるんで、お洋服屋さんでイベントされること結構多いですもんね、はい、多いので、はい、やっぱりこうファッションに敏感なお客さんはすごい多いんですよね。でそうすると洋服とか靴とかカバンは毎日交換するのに、お財布だけは365日3年間同じお財布を使ってたりって、やっぱりボロボロになってたり、あんまり意外と気使ってなかったりするんですけども、しんのさんおっしゃるようにポッと出した瞬間にそこが残念だと、もったいないっていう話ですよね。下世話な話なんですけど、そういうのって多分、うん、異性の人がっていうより一緒にいる人って見てると思うんですよ。まあそうですよね。いろんな人は知らない時に結構それって目に行くと思うんですよ、うんうん、すごいファッションちゃんとしてんのに財布がボロいとか、うん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 、僕お金ってすごく大切だし大好きやから、うんうん、その側は絶対きちっとしたものを持ちたいっていうのはあるんですよ。だからいい加減な財布って絶対持ちたくないですよ、うん、ちょっと無理してもいいの欲しいなとかって、財布を下ろす日もこだわってたら、もちろんもちろんもちろん、でそういう方って結構いらっしゃるし、であればいいものを持ちたいっていうのがあるので小物にこだわりたい、でその小物がダサかったら僕は人が使ってるの見たらダセとかって思うんですよね、言えへんけど、そういう風に思ってる人がいるんじゃないかっていう仮の妄想のもとに物を選ぶみたいな、はい、なるほど、であとはどういったものに入れてるかとか、どういったカバンが今のライフスタイルに合うかとかっていう話って、ファッションとの相性も良いまま、でも質感も良くて品の良いものっていうのをどうやって提案するのかっていうのは僕にとってはすごい大事なことです。京岡本さんに持ってきていただいたこのカバン、はいはいはい、TMBH で今売れまくってるやつ、一番今売れてる形サイズ、これは黒子像のちょっとスペシャルの持ってきたんですけど、これでもめっちゃかっこいいじゃないですか、お家やらしてくださいよこれ、あ、お願いしますお願いします、これもうそう思って持ってきました、これブラックブラックで、これあれですか、ワニだぞっていう商品で、そうですそうです、ワニだぞ、中が像で、うん、外が黒子、そうです、はい、リバーシブルですね、完全リバーシブルでひっくり返して、カバンリバーシブルな、一粒で二度おいしい、まあそうですね、これ要するに黒子を表でじゃあ象にするシチュエーションなんかあるかって話なんですけど、意外と朝黒子で行って雨降って、まあ、象にして帰ってくるとか、 あとは黒子で行ったけどちょっと会う人が黒子のカバンちょっとやりすぎかなっていう時に象にひっくり返したりすると、なるほど、象だと急にマシックになりますよね。このサイズめっちゃいいじゃないですか、だいたい必要なも入るじゃないですか、そうですね、これねパチンするとねちょうどよく、あこれな、こうやってあ、そうそうそう、そういうことです。あ、蓋開けへんよな。そう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 。なるほど。安定するんで。なるほどなるほど。いう感じで、これはやってくれるんですか。うちやりますやります。じゃあ、ほんまやります。オンラインストアでやることになりました。すげえな。すげえ、はい。こういう
のってやっぱりいいものを持って使えば使うほど雰囲気良くなってくるし、新しいものが全てじゃなくてずっと大事に長く使ってるものってより雰囲気よく人にはまると思うから、こうおすすめしたいなとは思ってて、だからそれが僕手抜けへんっていうことなんですよ。ボロいっていうのも使い込んで、きちっと使い込んでるいいものっていうのはボロいじゃなくていい雰囲気のもので、質が悪いものを適当に使ってたらもうボロいものっていう風になると思ってるんですよ。じゃあ僕は自分らで何やるかって言われた時に、そういったものをちょっとずつ詰めたいと思ってて、ちょっとずつ積み上げていきたい。あ、はいはいはい、あ、お財布岡本さんのところにやらせていただいてたり、小銭入れとかって岡本さんのところやらせてもらってますけど、あれはまあ薄いやつじゃないですか。でいろいろあって、このタイプの小銭入れ好きな人いますか？これはすごい、もう王道ですもんね。王道じゃないですか、このバテのやつ、はい、で馬蹄のやつってある意味革小物の王様だと思ってて、究極です。これ究極でしょ。簡単に言うと分野がもう違うんですよ。違うんですよね、これ、はい、だからこれ私に作れって言うと、まあ、いや、とんでもない値段になるんですね。金額も大変だし、これ木型から作んなきゃいけないとか、ね、はめ込みだったりとか、はい、アングルステッチ、はい、90度ステッチするとかってなると これ、はい、これハンドステッチでそれやるとまあ結構大変ですし、まあ、ミシンでもまあ相当な専用のがあるんで、そうすると多分ですけど、イメージとしてはこれを作る職人って一生これだけ作って生きていくんじゃないかな。いや、これね、実はもう昔海外でもやろうと思ったことあったんですけど、はい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 、海外でこれ作って手縫いでやったら余裕で30万ぐらいいくんですよ。まあそうなります、ね、なるじゃないですか、一個一個やったら、うん、どうしようかなと思ってたら、唯一のソリューション日本にしかなくて、これの職人さんって多分10年後はできないです。ご存知のように、うん、やってらっしゃる職人さんがご高齢で、僕のところのこれどうしてもやりたいから探してもらって、その職人さんがこの木型の形をどんだけいいのを持ってるかとか、縫う技術がどうかとか、木型がダサかったら形ダサいんですよ、うん、僕見つけた職人さんは木型がかっこいいんですよ。これすごいですね、内側に結構入ってたりこれね、本当ね、作ると分かるんですけど、1ミリずれるともうバカバカで、ね、もうどうにもならない。1ミリどころか 0.5 ミリずれると、やっていただいてる職人さん、87とか90とかそれぐらいの方なんですよ。それ一人の方だよ。ご夫婦です。じゃあ15年続かないじゃん。15年無理です。やられてくれたらいいですけども、それを専門でやられる工房が出るかって言ったら、うん、後継ぎの問題も吹きもありますし、ね、だからもう結構僕はこれは大げさに言うとロストテクノロジーやって、まあ、そうですね、そうですね。エッチでオレンジのブランドにもこの作り方したやつあるじゃないですか、はい、はいはいはい、ありますね。あるじゃないですか、フルーツの形とかしたやつ、はいはいはい、あれでもここまでのってとんでもない金額のやつ。いや、多分えぐい金額だと、うん、今いくらするか知らんけど、うんうん、でこれは僕ベストなものを作りたいと思って作ったのが、うん、これクロコダイルの、うんうん、俺はもう符が完璧に揃うように個数全然できなかったけど、真ん中で一番ちっちゃいところが来るように、うん、頭のとこだけで取った。喉のセンターですね。そう、センターで取ったっていうのと、あとは使えば使うほど味が出るようにっていうので、象のヌメ革、ヌメ革っていうのをとりあえず、これエイジングは楽しみなやつなんで、あとはこれとネイビーの像とグレーの像、まあ像で言えば定番のやつですよね。だから使い込んだら鈍くツヤが出てくるやつ、はいはいはい、っていうのをやった。ビッカビカ光ってきますね。だからこの小銭入れは長い間使ってもらったら雰囲気良くなるし、うんうん、薄いのがいい方とこのタイプがいい方ってどちらも存在するんで、うん、であればベストの小銭入れは昔からやりたかったからこれやろうかっていう、さすがの目の付けどころですよね。これね、僕はほんまに小銭入れの究極系の一つやと思う。まあそうですね。岡本さんのやつはパッて財布に領収書とか、はいはい、今のはそうなんです、現代のファッションにはまるような進化をしてるんですけど、この伝統的な、これはもうプロダクト系としては僕ベストやと思ってるから、いや、もうそりゃそうですよ、みんなが知ってる形で、うん、でもね、いろいろあるじゃないですか、小銭入れって、はい、それが悪いとは思わないですけども、うんうんうん、じゃあコンパクトにするために安いなんかクラファンとかで出てるやつとかあるじゃない、あれは全然好きじゃなくて、はいはい、美しくないですもん。岡本さんのやつは機能があってシンプルで美しい。でこれは伝統的で小銭の容量も入るし、うんうん、作ってる人の手のこととか考えたらちょっとロマンがあるからっていうのがやったり、普通だから革職人もここは手出せないんですよ。要するに大手ブランドも絶対手出せない場所に、そうですよね、これやるっていうのは新藤さんならではのあれですよね。あとね、これもう一個やりたかったのが、はいはい、車のスマートキーケース、はい、これは逆に今っぽい、はい、僕はこれ車のキー入れてなくて普通のキー入れてるんですけど、これ仕上げ僕めっちゃ頑張ったんですよ、はい、キーケースって
僕これなんでこれぐらいの値段でやりたかったかっていうと、うんうん、これいくらですか。これ25,000プラス消費税。黒子で。お安いでしょ。うん、いやもうありえないです。私にはもうそれぐらいの値段やったら気軽に買えるし、うんうんうん、複数車持ってる方が色変えて使えるっていうことも想定したし、そうですね。コインケースとかキーケースってどうしても消耗品になっちゃうんですよ、はい、やっぱりコインだったりこれお尻ポケット入れたりとか、鍵も革に金属を入れるじゃないですか両方とも、はい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 、でそうするとどうしても消耗品なんで、すげえ高いものを買ってボロボロになっちゃうよりは、まあ、こういうプロダクトでいいもので格好はつくけどもそこまで高くないっていうのはすごい重要、現実的に大事ですよね。あとこれってジッパーじゃないですか、はいはい、ジッパーもって手縫いの職人の一番の鬼門なんですよ、ね、やりたくないやつなんですよね。だから現実的な価格でこういうのやりましょうっていうので作ったんです。だからその作り自体もイラストリアルでできるベストに近い形を目指して、中にねシュランケン入れたり、革はもう抜群ですもんね。ホロサス作ってるし、これファスナーすごい滑りやすかったですよ。これはどこの、あ、これはエクセラって、あ、YKK で一番やつ。じゃあもう世界一だ。世界一で、引き手はやっぱそのデザインこだわったからオリジナルで作りました。これ雑草のって入ってる。あ、ちゃんと入ってる。ロゴ入れて、でこうベルトループにもつけれるし、カバンの中に入れといても鍵が暴れへんしっていうので、こういうのをやって、これはね岡本さんところではやりきれない、やりたくないやつ、うん、技術的には1個作ったらできるけども、ね、じゃあそれを30万円で買いますかっていう話になるじゃないですか。だから30万でできるのかどうか知らんけど、2万5千にはなれへんでしょ。ありえないですね。だから そこはなんかいいものをベストプライスで、うん、多分クロコダイルでやってるところから言うたら、仕上げも考えたらこういう値段でやってるところもない自信があるから、うんうんうん、そこがすごいですよね。革業界でいろいろあるけど、もうそのブランドがやりづらいところを狙って、まあ、狙ってというか自分らで欲しいから、逆にそういうことだ、そう売ってないから、じゃあ自分らでやりたい。やっと意味分かった、慎吾さんの意味が分かったわ。そうそうまだ言ってないよ。言ってない、はい、どうぞ。新藤さんがないないってなぜ思ってるかっていうと、大手ブランドだったり革職人がやりたくないからないんですよ。そうそう、やりたくないか、あの、うん、やれないか、やりすぎると非現実的な価格になるか、だからないわけですね。で商売したくないからやりたくないけど、新藤さんはそこをずっとやりたいと思い続けて10年探してたりするから、たどり着いたのがこういうの、うんうん、だから NATO に関してもこれ僕ら2万5000円で売ってますけれども、はいはいはい、実際にこういうのやってるところ、革のクロコダイルの NATO やってるところ5万とかで売ってますからね、うんうんうん、だから半額ぐらいやけども、でもそこをやってることよりも、例えば裏側がオーストリッチになってるとか、はいはい、バックルオリジナルで作ってるとか、はいはい、革の NATO を使うにあたって、これ意外とよく言われるのは、このバックル自体を薄いやつとか細いやつにしてくれとか、ミリタリーのやつはもうちょっと薄いでしょとか言われるんです。その話もアホな話なんですけどね、実際にできないんですよ、うん、NATO って通した後に絶対に余るから、極端には長くしてないんですけれども、うん、こうやって裏に返さないとダメやから、うんうんうん、ここに厚みをつけるために少しごっつい金具にしないとダメだとか、うんうんうん、物理的な制約と機能をどこで合わせるか、それはね、普通の職人がそれ作ろうと思うと 1,2 年でやってではたどり着けないんですよね。大丈夫、10年考えてますから。だからそういうことですよね。だから10年こればっかり考えてるから、そこのかゆいところに手が届く商品が作れるっていうことですよね。そうありたいと思うし、うん、まあ、ただ単に自分が使いたいものがそこなんかっていうだけの話なんですよ、うん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 、っていうですね、そんな思いで作りました、はい、っていう、はい。まさかの今のお家、これ急にやる気がなくなったみたいになっちゃう。いやいや、もうほんまにね、ちゃんとやろうと。でもね、こういうところは僕手抜いてほしくないから、うん、お前さ、ベルトに引き続き NATO とかこれ やれへん、いや自分のところでやれへんやつやから、EMBH スペシャルやろうか、お願いします。これ私もね、車のキーケースですごい言われるんですけど、やっぱりオーダーで、このちっちゃいものでオーダーだと設計費とか乗っかるんで、割高感がやっぱりすごい出るんですよね。感じちゃうんですよね、うん、やってることはカバン作るのと一緒なんですよね。そうなんです。下手したらカバン以上のことになるかもしれないから。そうなんですよね。でやっぱり採寸もすごいシビアな採寸のものなんで、ちょっとここが滑りが悪くなったりとか、サイズがやっぱりちょっと 5mm 欲しいとかっていうのがすごい難しいもんなんで、大体の車の鍵はこれで収まると思います。あ、本当ですか。テストして、だから、まあ、ある程度収まるようなサイズにしておけば、はいはいはい、いろんな方が使える。これに、うん、じゃあ TMBH のスペシャルのエクボが入った雰囲気のやつを作ります。はいはい、ありがとうございます。ダブルネームで違います。いや、あの、まだ工場に頼まなかったら買って帰られへんから、はい。
そういうことなんで、またこれで新しい TMBH のスペシャルが増えることになります、はい、うちの苦手な部分を全部補完してもらうっていう作戦です、はい、TMBH 最高でございます、はい、今日もありがとうございました。面白いと思った方はポチッといいねを押してください。登録と高評価していただけると、コメントいただけると私も答えますし、岡本さん宛にコメントすると岡本さんも意外と答えてくれたりしますので、はい、ぜひですね TMBH の動画も見て弁当に足運んでいただければと思います。イベント情報とか載せておきますので、ぜひそちらの方に行っていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。